皆さんこんこにちはサヨウです中学入試問題算数に特化していつも解説しております。今日はこのような問題です。直径 18cm の円の周上に円周を12等分する点を取ります。円周率を3.14とします。図の斜線部分の面積を求めなさい。という問題です。それでは解説始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 さて先日の動画のの続きになります先日の動画は1番番でこれが2番の問題になります前回の動画はリンク欄に貼っておきますのでそちらをどうぞご覧くださいはいそれではまた12等分の問題やっていきますさて12等分といえば、えー、時計でしたよね はいというわけで時計の4時と10時を見てください。ちょうど結ぶと一直線になります、えー、と前回の動画でも言ってるんですけどもう一番初めにやることもう分かってますか一番初めには円の中心はこの4時10時の直線上にあるのでまずはこの辺でしょうかね。中心取っておきましょう。 そしてなぜ中心を取るのかですよねで中心を取る理由としてはここです。曲線部分の面積を求めめるためには一旦扇形,にする扇形とは、はい、中心から端と端この甲の部分の端と端を結んだ形を扇形と呼ぶと反対側も扇形と呼びます。その時に中心角が分かれば円に対する割合が出るんですよね。 中心角が60度であれば360等分したうちの60個分っていうのが分かりますので中心角を出しに行けばいいとではこれ扇形と言えるのかと扇形じゃないですよね中心から外れてますもんねここねただ曲線部分は曲線部分であるので一旦扇形にしてくださいこれが1手目になります中心からこの部分の端と端を結べば はい、これが扇形今半径は 9cm になりますねあとは中心角があればここの面積は出せるということですはいじゃあ中心角何度でしょうか、えー、今回はここの中心を12等分したうちの1つ分なので、えー、と1つ分出しときも2つ分か2つ分なのでまずは 360÷12 で1つあたりここの中心角 30° 度なのでこれ2個分入ってますのでね 30 2でとということが分かりますつまりこのの扇形の面積は一旦出せますとただここの面積はいらないしこっちの面積を付け加えないといけないしここの扇形を出すすだけではダメではよねあの一瞬透析変形をよぎるんですけれどもここに線を引いてここにこの線この線とこの線って平行じゃないのでこの三角形透析変形してここにね都合よくぴったりくるかっていうとこれ来ないので。 透析変形はちょっとととままずいということになりますだからこれ純粋にここの面積引いてここの面積足すんですが考えないといけないのは,はいこの扇形にまあこれを追加するんですけどここも含めて追加するすると何がいいかというと引きあの足しやすすくなるってことこです例えばここのここのねここの長ささえ分かればここの高さに関するところこれ9なのでこれね え求めることできますよねこの長ささえ分かればですけどもあとはここを足しといて足しすぎだからこことここを引くと要はこの扇形からここを足して余計な部分を足してますよ余計な部分を足してますけどついでにこれ全体として引くと。ということで狙いはここの長さなんだってことですここの長さをとりあえず知りたいとはいここの長さに関してはい半径をここに引きましょうこに引きましょう からやっぱりねこうやって半径に引くこうとやっぱ大事ですね三角形にしてしまって情報がないかっていうのを探ってみてくださいはいそうするとこの三角形うんいい形なんですさあいい形とは一体何かというとこれが今9センチですよねでさらにここが9センチでここが 60度なんですよねそうするとここにね線を引けばこれ正三角形ですよね 9cm9cm で聴覚としてこれが60度であればこちらも60度こちらも60度になってるとはいさらにこれ反対側とかこういうところも引けますよねこれいわば対角線になりますよね 対角線もちろん対角線っていうのは、えー、とこれまひし形になりますのでひし形なんでもちろん中点で交わるしここが垂直であると。はい、ということも分かります。まあこれねもう見た目っていう、まあ、判断したら絶対ダメですけれどもこれとこれってまあ対称性。 右と左この直線とこの直線は右と左対照的なんでまあこれ90度って言っちゃってもいいですけどね折りたたんだらぴったり重なりますからねあの線対称として重なりますのでまあここの90度の正面はねえ雑でいいかなとまあ雑っていう言い方も悪いですけれどもまああの90度ってすぐ判断してもいいかなと思いますで今回はこことこここれが 9cm9cm9cm 9 9を2等分してますのですぐに4.54.5っていうのが分かると思いますはいというわけでこことここが 今36。90なので 9cm に対して2対1になります。これが 4.5cm とはいっていうのがわかります。はい、というわけでここの狙い。ここにね。はい、この底辺に当たる部分が4.5になるので、ここの面積は出すことができます。はい、今方針としてはこの扇形からこの三角形を足して。この白いのね。白い部分を引くっていうのが目的になります。 ちょょっとまとままめていきましょうかで今4.5が分かって高さはこれ半径なんで9ですよね9と言ってなかったですけどこれまあこれ90度でいいですよね90度でねはいでその次に4.5に対して今度は高さがここになるはいさあこれここを底辺としてここ高さ書きましたけどこれもここ30度でしたよねこれ1つ分30度ですので これが30度90度60度今度は伸ばさずにいきましょう伸ばさずに306090なので2対1であると正三角形の半分なので2対1であるとだから60度挟んで9センチに対してここも4 5センチというのが分かりますはいだからここが4.5に対して高さも4.5なのでこれで面積が出せると。 ははいといいととうことですね、はい、まずは扇形いきます。9×9×3.14× 角度が60度。360分の60度。足す、はいこの三角形 4.5×9×2 分の1。で、引く 4.5×4.5×2 分の1と。 はいといととうことで簡単にしていきましょう。はいということで答え、52. 5 2 5 1 5ルというのが正解になります。これとほとんど同じ問題以前紹介しておりますこれもまたリンクで貼っておきますのでそちらも1回やってみてください似たような考え方で問題を解くことができます。はいということで本日は以上になります。 また、三曜日 LINE 公式アカウント解開設いたしましたので、ぜひそちらで、えっと、立方体の切断の動画、解説動画と問題集差し上げてますので、無料で差し上げてますので、ぜひ一度ご覧になってください。また、オンライン講座もやっていますので、LINE 内でねまた情報発信いたしますので、えー、ぜひご登録ください。中学入試に関わって、もう20年近くやっていますけど、もたくさんのね、 プリントがあって、回答が準備できてないんですけれども、まあ、回答ができ次第、LINE、まあ、上とかでね、上げていきたいと思いますので、ぜひね、これから中学受験する方、えー、と小学校4年とか5年生とか特にね、えー、たくさんありますので、ぜひご活用ください。はい、というわけで以上です。えー、このやり方が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントいただけると幸いです。以上です。ありがとうございました。